甲子園行きたくないのか。当たり前だ、野球なんか誰がやるか。野球やりたいんじゃねえのか。はっ、野球なんかはっはっ、当たり前だ。あの頃は、はっ、先のこと、はっ。僕らの甲子園ポケット行きますよ。どんだけ和田アキ子好きなんですかさ。これは高校球児になって野球をするゲームですね。そうです、私が川藤先生。顧問ですか。顧問です。用務員のおじさんでいそうです。いや、誰用務員やね、顧問や。決してスポーツのその顧問ではないですよね。でも伝説ですよ。伝説なんです。バスケでいう安西さんみたいな感じです。髪型が伝説ですよね。誰が髪型伝説だよ。生徒から絶対いじめられてます。いじめられてないよ。誰がいじめられてる。いじめられてボソボソになってる。違う、もう鬼コーチですよ。鬼コーチなんですね。もう鬼監督川藤といえば、はい、さあ行きましょう。やってまいりました、はい、野球、はい、僕らの甲子園です。はい、さあ我々の高校は、金井高校ですか。そうです、金井高校です。春子さん投手ですね。はい、で、メタさんにも、うん、僕も高校に入っていただきまして。そうです、推薦入試で入りました、僕。はい、ね、ちょい、僕は間違って、僕とメタやってしまいました。はい、やらかしました。あの、プレイヤーが1選手なんですよ。そうです、そうです、そうなんですよ。なので、はい、あのプレイヤーがいっぱいいるところにいないと、だから最低9人以上ね。そうなんですよ、野球は2人じゃできないんですよ。野球はできない、僕らは入って2人しかいない高校に入ってしまって、まあ、僕とメトしかいないんですよ。野球ができない、わざわざ転校したのに、うん、野球ができないってことに気づいたんですよ。そうなんですよ。大会にすら出れねえじゃねえか。そうなんです。とりあえず練習しましょう。はい、練習。このカツラクソかゆいんだよね。すっごいね、あの陰謀みたいのが抜け落ちててね。嫌ですね。めっちゃ痒いんだよ、うん、この辺毛だらけなんですよ、ね、メガネ TV のね、カツラ手入れしないからクソ痒いんだよね。あったらめだ。さあ練習、はい、練習いきますよ。はい、さあ何やりますか。もう結構練習してるから。お、ピッチングマシン。はい、ほんとここにね、あのメトロとペア友なんでメトロ出たりするんですけど、す、ね、今日もやっちゃったんで多分出ないっす。お友達がね、はい、普段出るんですけどね、はい、今日出ない感じかな。とりあえず練習しましょう。はい、こういう練習をね、はい、ペアだとすごくいいんですよね。はい、はい、練習もね、こう野球わかんない女の子とかでもなんかゲーム感覚で楽しめますよね。そうなのよ。スゴロクで、あとパラメーターこれマックスで止めるっていう。はい、エクセレント。はい、野球わかんなくても楽しめるっていう。そうそうそう、いいから高校に来てください、僕らの。そう、マジさ、僕の高校来てよ。野球できない、できないんですよ。はい、できてキャッチボールですわ。アプリ入れて、新潟のとこに金井高校、神奈川県の金井高校だったら俺らの高校出るから。そうですね。どうします、これで1500人ぐらい応募してきたら。まあちょっと俺らのレギュラーが危ぶまれる。レギュラー、そうじゃない、争いが。言っても俺たちの選手もパラメータ高くないと、はい、レギュラーになれないから。なるほど、ダメなんですね。そうそう、そこ厳しい世界なんですね。厳しい世界なの。高校野球と一緒ですね。3年生だから出してあげるってわけにはいかないです。いかないんですよ、やっぱ強いやつが出るんですね。記念出場みたいなことできないんですよ。記念出場、はい、辛い、厳しい世界ですよ、まあ、高校野球はね。いいよね、ずっと甲子園だから。そうです、ずっと甲子園。そう、ずっと甲子園とは何ですか。あのね、はい、高校野球はね、はい、一回負けたら終わりなんですよ。確かにそうです。はい、トーナメント戦です。そう、プロ野球選手は一回負けても次がある。どっかで聞きましたね、それね。本当に、はい、よくまあ皆さん言いますよね。そうそう、プロ野球はね、その年間140何試合もあって、そう、次がある、気持ちを切り替えてって言うけど、もう甲子園は負けたら一回かけなきゃいけないんだけど、ね、これは続けるんだよ。いやでもやっぱあのですね、あの感動をね、忘れた人にもう一度味わってほしいですね。そうそう、練習完了。はい、二人ともはまあ練習しました。練習しました、ね、で、チームですよ。コントロールパラメータ強いですね。はい、課題高校掲示板、うん、で、これですね。はい、部員が僕らしかいません。そうなんですよ、こんな広い部室に我々二人で、ね、はい、チームランキング県外、今シーズン0勝0敗です。いやもう0敗ですから強いんですよ。はい、負けてないって言えますか。そうだね、負けてない、はい、かといって試合してないって。はい、投手、野手、1個ずつしかないです。そうですね、よかった、もう俺が投手やってたら終わってましたよ、これ。本当ですか。ダブル投手で、ダブル投手で終わってましたね、はい、まあ、今も終わってるけどね。そうですけど、はい、こういう感じです。で、ここが掲示板なんですよ。はい、ここで、やり取りできんのよ。やり取り、コメント、はい、ほら、頭通って書いてるけど、はい、例えば、じゃあ頭かゆいかけるんですよ。かけるんです。で、スタンプも押せますよ。はい、連続で送ることできません。はい、見て送ってください。なるほど、なるほど、スタンプ押せるんですね。あ、もう送れる。なるほど、
かゆい。かわいいのを送れるわけですね。はい。馬。今送りましたよ。ありがとう。じーって見て。はい。かゆい馬。こんな風にできるんですよ。これはいいですね。そう、だから、他のユーザーとコミュニケーションを取れるんですよ。はい、なるほど、なるほど。はいはい。すごい。チャットができるわけですね。そう、スタンプもありですね。はい。あと、定型文ね。はい。いい勝負だよ。あ、いいですね。勝ち上がろうぜ。惚れちゃうとかね。いいよね。いいですね。これもできたりするんですよ。作戦ボーディングで作戦もいろいろ考えたりとかできるんですよ。はい、なるほど。これはマッチ行きましょう。面白い。マッチ行きましょう。はい。ゲーセン行きましょう。ゲーセン。ゲーセンはないです。ゲーセン行こうぜ。はい、ここでスタジアムでゲーセン。あの練習するんですけど、我らカルネガードッグ、はい、県外です。なるほど。人数いないんで。もうゲーセン行きましょう。ゲーセン。ゲーセンないです。まあ、ガラポンもあります。ガラポン。ガシャポン屋さん。そうですよ。それが言いたいんですよ。なるほどね。ガラポンです。何も聞けない。何も聞けないです。全部聞いちゃいました。ここで、野球棒とか弾けるんですよ。そうですね、いろんなのがあるんですよ。はいはい。で、カフェ行きます、カフェ。あったらここで、ジャーマネがいるんで、ジャーマネから。カナリはですね。そう、ミッションをね。校長先生、いません、ね、サボってますよね。はい。校長もサボってますよ、ずっと。はい。メイドカフェでサボってるな、校長。ミッションくれるんで、ミッションをクリアします。校長悪いっすね、昼間からメイドカフェ行っててんのに。あー、カネの信頼だアップ。アップ。お、口説いたんですか。お、タグチョウかな。だってこれもうあれですよ、いけますよ。役割だよね。今日いけそうな感じしてですよ。今日いけそう。今日いけそうですよ。はぁ、しちゃう。物質だ。物質だ。物質どの金を鳴らそうかな。もう罠にとらわれないから。罠、アッコさんに。アッコさんだって関係ないもんね、野球。ですか。高校は、はい、ほんと4000個ぐらいあるんですよ。4000個あって、高校は1人。はい。高校もあの本当にある高校を若干もじってる。そうなんですよ、それびっくりしました。あなたが出てる高校も、あなたが出てる高校、はいはい、もしかしたらあるかもしれない。そうですよ、僕のね、高校もいっぱいありましたよ。千葉県のいろんな高校も。あれもあった。ありますよね、みんなほぼ。早稲田実績あったもん。早稲田実績あったんですか、うん、なんで野球やめたんですか。僕は、持ってる持ってると言われて、はい、気づけました。あの頃は、は二人とも、全然ゲームしてないですね、これね。ちょっと練習しただけです。まあ2人しかいない野球ってこんな感じですよ。ちょっとなんか球いじって。そうですね。あとなんかこうゲームやってるか喋ってるか。弱小校ですよ、これ。顧問がダメなんですよ、もう。そうね。顧問がやる気ないですよ。頭がいいっつって部室に居座ってて。練習の。やーべえ顧問ですよ。9割部室にいる感じ。そうっすよ、もうやばいっすよ。顧問がやばいっていうね、もう。ということで、いかがだったでしょうか、僕らの甲子園ポイント。はい、はい、面白かったですね。面白い、あの練習しかしないけどね。そうっすね。まだ部員足んないね。いや、もう楽しいですよ、こう、みんなで友達同士でできるんで。はい。野球わかんなくても、こう、簡単ですし。そうね。わかりやすいですね。はい、だからチームを組みたい、我らのチーム組みたい。まあ野球、そうですよ、わざわざ練習してる以上、はい、あの試合に出たいわけですよ。そう、まだエースと4番しかないんでね、うん、そうなんですよ、強いやつしかいないんですよ、はい、なんで、ちょっと早く入ってください、はい、動画詳細欄に、この高校の情報出しておくんで、はい、ここに転校してください、はい、あ、もう誰でもいいから入ってくれと、はい、もうザルで、もうザル、とりあえず人数集めたいと、はい、そうなんですよ、多分15人ぐらいしか入れないのかね、この部活で、はいはいはい、はい、早めの勝ちで、ぜひ甲子園取りましょう。そうですね、一緒にね、はい、甲子園行きたいですね。はい、では甲子園行く。はっ。必死すぎて登録してくれっていうのを忘れた。